スモールビジネス特化の学びや、この早野おじまです。今日はですね、Facebook 広告を出稿する上で、まずこちらの段階、今の段階はビジネスマネージャーというものを作っていただいたんですよね。ビジネスマネージャーというのを作っていただかないと、ここね、広告が出稿できないという決まりになりましたので、まずビジネスマネージャーのアカウント作成っていうのはね、済ませていくっていうのが前提ですねで。ビジネスマネージャーのね、やり方については動画で解説、別の動画でね、解説していますので、今回は広告マネージャーというね、 ところのどこからね、広告マネージャーって行ったらいいんだっていう話をしていきます。これはサンプルのね、アカウントなんで、特に数字は書いてありませんが、広告マネージャーというところで、基本的に広告を作っていくわけなんですけれども、こそこのね、広告マネージャーの行き方がわからないという方が多いんですよねで。どうやったら行ったらいいかってことなんですが、これがね、ビジネスマネージャーを作ると、ログインできるビジネスマネージャーの画面ですね。で、実は左上のここにカーソルを合わせていただいて、クリックすると、まあ、こういったメニューが出てくるんですよね。 でここでいろいろできるわけです。広告マネージャー、カスタムコンバージョン、オーディエンスとかね、画像ピクセルっていうのを決められるわけですけれども、ここにね、ありますよね。広告マネージャー。ここから行ってください。そうするとね、広告マネージャーに切り替わって、この画面から広告をね、右上のところ、作成とかね、いう風に行けるわけです。ですので、広告マネージャーっていうのはここからね、行って、まあ、ビジネスマネージャー、広告マネージャーありますけれども、もう一度やりますね。 ビジネスマネージャーという左のところからクリックすると広告マネージャーがある。あるいはね、すべてのツールをやるとすべて出てきますということですね。で、まあ、ここからでもいいですし、ここからでもいいですよということですね。これで広告マネージャーの行き方になります。ですので、ここからね、広告マネージャーどっかね、わかんない方はこちらから進めていってください。